だけ謎雲飲み込んで、ゾクゾクしてれば罪がないんで、いつまで経っても見つからないね。傷つかぬよう自分を守る言い訳なら死者に得たる頃に守りやしない、言い聞かせること言ってこそだった。あなたは正しいし、嫌なことから死者、今の僕は明かし死者。今日まで一体どうやって生きてきたんだっけ、無理したんだっけ、今から一体どうやって生きてきゃいいのだろうね。その不安さえくたびれたと言えるのか、愛もないもうれもれもれも。いつからだろう、刹那的な俗を飲み込んで、ゾクゾクしてれば罪がないんで、いつまでたっても見つからないね。傷つかぬよ自分を守る言い訳など、死者に至る頃に守りやしない、聞かせること言ってこそだと。あなたは正しい。